グスタフ・ビル・ヘルム・ルード・ビッヒ・シュトルーベ、グスタフ・ビル・ヘルム・ルード・ビッヒ・シュトルーベ、1858年11月1日から1920年11月4日は、ドイツ系のロシアを生まれの数学者、天文学者である。プルコボ天文台の台帳、オットビル・ヘルム・シュトルーベの息子として、プルコボで生まれた。兄は、天文学者のヘルマン・シュトルーベである。1880年に、 タルトゥ大学を卒業した。その後ドルパート天文台で研究し、1883年から1885年のアイダベルリン、ミラのライプツヒで学び、ドルパート天文台に戻り博士号を得た。一天文学を研究した。1894年からウクライナのハリコフ大学とハリコフ天文台で働き、1897年教授となった。 地球の再三運動の研究などに業績がある。1919年シンフェロポリのタリウス大学教授になった。ロシア革命後の内戦で息子の夫をしとるうベが白軍に加わり亡命途中にセバストポールで死去した。ありがとうございます。